退屈しのぎだ。せいぜい世を楽しませるがいい。ご覧ください、イレブンへのコピー能力実装が完了いたしました。この能力さえあれば最強の兵士を量産することも。こいつをシミュレーションルームへ出せ。ステージの設定は何でも構わん。は？中身がコピーできていなければ意味などない。余が直々に能力を試してやると言っているのだ。しかし。二度は言わぬ。はあ。ではシミュレーションを開始します。使えるものかどうか。このようなものでは話にもならん。誠に申し訳。コピー能力だけでは不足だ。素体自体の強化と改良を急げ。かしこまりました。次は必ず。我が計画の時までには間があるが他に手駒を用意しておくのも悪くはない。ユリアン様、このような場所へおいでいただき。要件は？ナッシュの蘇生に少々問題が。少々な。シャドルーが全世界への侵攻を起としたチェインズ計画、情報によればその開始までにさほど時間は残されていないようです。肉体の修復を間に合わせるため研究所にあるイレブンの素体をご提供願えないかと。泥人形ごときに随分と執心しているようだな。ナッシュがベガに向ける復讐心、戦闘能力は他に変え難いものです。そのようだな。議会から必要に要請が来た。あの老いぼれどもを動かすために支払った対価、決して安くはあるまい。ユリアン様の研究所では随分と自由に研究を行われているようですが、議会は。議会の名を出さずにはまともに話もできんと見える。素体などいくらでもくれてやる。せいぜい泥をこね回しているがいい。感謝いたします、ユリアン様。やつの器か。やはりな。何用だ？どちらかといえばそれはこちらのセリフね。次期総帥候補の一人が SIN の研究所跡で何をしているのかしら。シャドルへくら替えでもするつもり？そういえば最近各国で要人の不審死が発生しているの。性別、国籍、職業、全てがバラバラだけど、情報を洗っていくとある組織とのつながりが見えてきた。近々世代交代でもあるのかしらね。あなたがここにいることとの関係を探れば。愚者の腑肉にたかろうと世の目に触れぬところであれば勘かもしれん。だがハエとなり我が眼前を飛び回るのであれば話は別だ。虫けらめが。場所を指定する。俺
これは手付けだ。チェインズ計画とやらのデータを持ってこい。それと引き換えならば報酬は貴様の望むままだ。あれにはそれだけの価値があるってわけか。貴様が知る必要はない。いいだろう、乗ってやるぜ。だがでかい山だ。もう少し手付けに色つけてもいいんじゃねえのか。貴様のようなものが世と交渉できると思うのか。思い上がるな。試してみりゃ分かるだろうぜ。結果はもとより地名。ベガの力の一部を受け継いでいたか。どこから嗅ぎつけやがった。ハッ、世への不敬、二度目は感情せぬぞ。さっさと与えられた仕事を果たしてくるがいい。ヨナ、この茶番を見届けるためには。